元年のカレンダーができないというのは非常に私どもカレンダー出版している会社にとっては大問題です。で12月の23日が現状は天皇誕生日ですが、まあ、当然即位されると自動的に天皇誕生日は2月の23日に移る。まずは正しい暦を消費者に届ける、それが一番です。日本では祝日日曜日というのは赤で表示されることが多いんですが、平日は黒、その赤と黒が間違うというふうなことになると致命的なことだと。